しております。はい、こんにちは。オリンピック応援チャンネル第6回始めたいと思います。今日はなんと特別ゲストスペシャルです。いよいよあの方に登場です。元男子日本代表、今石川県出身の東さん登場です。はい、よろしくお願いします。いや、まさかついに、いや子供が来たよ。なんか大丈夫大丈夫、いいよ、ボール使っていいよ。いよいよハプニング。いや、もうずっと出ていただきたくて、すごいな。今日ちょっとね、地元の石川県のね、あの小松っていうところで、これは何のイベントになるんですかね。この車椅子ハンドボールボッチャを体験しよう。みんなのスポーツに小松ってやつで、あの、まあ、ヒーローズですね。ヒーローズっていうこの日本財団のやってるのがアスリートの社会貢献活動の、まあ活動の一環というかね、それも含めながら、そのパラアイスホッケーの、バンクバーパラリンピック銀メダリストの上原大輔さんと一緒に、共生社会、ですね、をテーマにしたトークイベントと、あとあの車椅子に乗ってもらって、共用の車椅子に乗ってもらってハンドボールやってもらうっていうイベントを開催しました。いや、すごい盛り上がってましたよね。たくさんの方参加されて。そうですね、もう面白くて、僕がいつもあのお世話になってるゴーゴーカレーさんとか、あとはあのまかないコスメさんとか、金沢まいもんだし、今ちょっとやっとるからね。今 YouTube やってるからね。あと何やろかな、あと何やったかな、忘れてしまった。あとはまあ日本財団、俺ヒーローズの T シャツももらったりとか、あのマイモンズさん、そうマイモンズさん、そうそう、金沢マイモンズ、危ない、はい、金沢マイモンズさんとかにも協賛してもらって、まあ、参加した人にみんなそうやってプレゼントしたりとかですね、楽しんでもらえたんじゃないかなと。あのこういうやっぱイベントって今からどんどん増やしていくとか、参加されていく感じですかね。そうですね、今まあその2020に向けて、この今結構このパラのイベントとかやってると思うんですけど、これからもしかしたら減ってしまうかもしれないんで、パラリンピックを盛り上げるんじゃなくて、そのパラスポーツを通じて、そのいろんな人を思いやる心を持とうとか、心のバリアフリーを作ろうみたいなイベントはこれから作っていかないといけないんじゃないかなって気はしますけどね。でも今日参加させてもらって、僕もあの車椅子のさっきハンドボールさせてもらったんですけど、上手でしたよ、ありがとうございます。いやでもやっぱり意外とね、あの操作というか動きが難しいなと思って、だからやっぱりね、ちょっと右に曲がるのも大変だったし、止まるのもね、なかなか難しい。そう、やってみないと分かんないこと結構ありますからね。あるんです、今日はほら、実はもう台風が来てる中で、ね、結構の人集まっていただいて、ね、このイオンモールすごかったですよ。いや、すごかったですね。結構こういう人が集まる場所で、しかも広い場所があるんで、イオンモールさんとかね、いろんなスポーツイベントやってくれるとありがたいですよね。ありがたいですね。いや、僕も本当参加させてもらって楽しかったですね。あとたくさんね、お子さんが、ね、そうですね、参加されて、みんなキャッキャキャッキャ喜んで、今もね、ちょっと周りでボール投げてる子たちいますけど、そうですね、すごい元気すぎるぐらい元気ですね。やばいっすね。そうそう、もう遊んでほしいの待ってると思うんでね。放送はそろそろ終わるかなと思うんですけども、なんかじゃあちょっとね、東さんなんかいろんな活動されてると思うんですけど、個人としての活動のことでもいいですし、なんかアピールしたいことあればぜひ。そうですね、やっぱりもう11月に、30からですかね、その、熊本の女子世界選手権あるんで、今ラグビーのワールドカップで、ちょうどとっても盛り上がってて、明日まあ日本対スコットランドですかね。勝てばね、1位で初めての決勝トーナメントってのあるんですけど、あれぐらいの熱をハンドボールも作っていきたいなと、ね、なんかそれの後にその盛り上がっていくみたいな流れを作るためにも、やっぱり自分たちの立場でできることっていうのをやっぱりこれハンドボールとアネスポーツのチャンネルだと思うんで、僕らはまあ僕はハンドボール選手なので、ハンドボール盛り上げるためにも誰かにやってもらうとかね、今ダメなことをどんどん並べても何も変わらないんで、自分たちが何できるか考えて一つ一つ行動していけるようにしていくといいかなと思います。僕も行動していくんで、みんなもぜひ行動してもらえれば嬉しいです。そうですね、じゃあまたぜひ、僕もいろんなところでね、ちょっと応援、僕はどっちかというと応援を、そうですね、まあ、プロとしてやってるので、いろんなところに今顔を出したりとか、当然会場行ったりとかして盛り上げたいと思ってますので、当然このヒーローとしての活動もまた応援していきたいと思ってるので、そう、ヒーローズはもう来週ですね、来週この金沢の少年院に講話をしに行くという。それ東さんが。そうです、僕が。それも結構前から決まってたんですよ。そうですね、まあ、2、3ヶ月前に決まってって感じですけど、いやでもまたじゃあお会いすることありそうですね、石川でもね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日のね、ちょっと緊急の、オリンピック応援チャンネルスペシャルゲストでね、元ハンドボール日本代表の東さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。また盛り上げていきましょう。